3. Ten. そこに目を覚ませハッピー。あれはルーシー。私そんなに魚に似てる？ねえ。許してくれルーシー。夏、オイラ、おいしい魚。ハッピー、しっかりしろ。ハッピー。で。
きましたね。またお前らか。お。わあ。行くぞ。どこに行こうか。ここに行くぞ。よし。よし。ほう。よし。お。よっしゃ、いっちゃいくか。決戦。さて、アイスメイクハンマー、カリューの鉄拳。さて、天輪の鎧、アクレスオーダー。
決戦。よし、よっしゃ、行っちゃいくか。よし、カリューの結果。決戦。やっやっやれやれ、お出ましか。よし、帰ってきたな。男だな。調子いいみたいだね。
ジ。My God, the giant.
ありがとう。ものからかかってこい。
決戦、我々の勝利だ。最近マグノリアにできたスイーツ店。これそうなの？時間をずっと幸せ。Paano ba yun? Okay. Okay, don't.
きましたね。おい、ラカレマ。どれにする？何を引き取ればいいかな。ありがとう。どれにする？ありがとう。また来てね。Let's go to the beach. Not true. どこに行きましょう？ここですね。行きましょう。ここですね。ここで合宿するのね。Indeed. なんだルーシー、まだそんな格好してるのか。もう着替えてるで、修行は？もちろん分かっている。こういうのはメリハリが大切だ。よく遊び、よく食べ、よく寝る。肝心なものが抜けてる気が。3ヶ月しかないのに不安だな。おほおい、まあ、熱。天輪の鎧。
ものからかかってこい。天狗の方法。にゃっ。ユレン下流艦。Kind of long on the way at that.その調子です、ルーシーさん。大地、風、そして自然と一体化するように。きつい。レイラ様も同じような特訓をして、精霊魔法。ねえ、一なる魔法って聞いたこと。すべての魔法の始まりの魔法ですね。ハデスが言ってたの、それを手に入れたいって。私、お母さんからその話聞いたことあるんだけど、ゼレフとか大魔法世界とか、そんな物騒な話じゃなかった。それは一見、簡単に手に入るようで、とても難しい。そして、確かに何事にも勝る強い力でありながら、とても弱い力でもある。お母さんは言ってた。すべての魔法は愛から始まったって。だから私は一なる魔法って愛のことだと思うの。とても素晴らしい解釈です。ハデスもそう考えることができたら、闇の深淵に触れることもなかったのかな。もっと強く。アイサー。もっともっと強く。俺たちのギルドを舐めてる奴らを黙らせてやる。フェアリーテイルの力を見せてやるんだ。見せてやるぞ。姫、大変です。バルド？いきなりどうしたのよ。そういや、ルーシーが7年間フェアリースフィアの中にいたってことは、契約してる精霊もずっと精霊界とやらにいたってことになるのか。かわいそう。ルーシーのせいで、ルーシーのせいで。いえ、それは大した問題ではないのですが、精霊界は滅亡の危機なんです。皆さん、どうか助けてください。なんだ。精霊界にて王がお待ちです。
皆さんを連れてきてほしいと。よし、任せとけ。友達の頼みとあっちゃ。行きます。だ、お前がここの王か。お前って言った。いかにも。精霊界は滅亡の危機って。ニカ、ルーシーとその友、時の呪縛からの帰還を祝して宴じゃ。ルーシー様たちの帰還を祝して名たちなりに考えたのです。どう、びっくりした？今回は特別よ。ふん。なんだ、そういうことか。びっくりさせやがって。久しぶりだね、みんな。さあ、僕の胸に飛び込んでもいいよ、ルシー。もう。さあ、今宵は大いに飲め。歌え。おい。騒げや騒げ。古き友との宴じゃ。そういえば、一つ言い忘れてたことが。精霊界は人間界とは時間の流れが違うのです。まさかそれってこっちでの1年が人間界での1日みてえな夢のような修行ゾーンなのか。いいえ、逆です。精霊界で1日過ごすと人間界では3ヶ月経ってます。終わった。ヒゲ、時間返せ。ねえ、今からでも遅くない。5日間で地獄の特訓だ。お前ら全員覚悟を決めろ。寝る暇はないぞ。エルザの頭に鳩が、足に何かついてる。メモだ。何何？フェアリーケイル、他にある壊れた吊り橋まで来い。なんだよ、やらそうに。どうしますか。なんか怪しいわよ。いや、行ってみよう。行けばわかる。
斬られたいものからかかってこい。Someone. Jalal. Jalal. Fairy. ジェラール、変わってないな、エルザ。もう俺が脱獄した話は聞いているか。ああ、そんなつもりはなかったんだけどな。私とメルディで牢を破ったの。私は何もしてない。ほとんどウルティア一人でやったんじゃない。メルディ、ジュビア、久しぶりね。こいつらグリモアの。まあ待て、今敵じゃねえ、そうだろ。ええ、私の人生で犯してきた罪の数はとてもじゃないけど一生では償いきれない。だからせめて私が人生を狂わせてしまった人々を救いたい、そう思ったの。例えばジェラール。いいんだ、俺もお前も闇に取り憑かれていた過去の話だ。ジェラール、お前記憶が。はっきりしている、何もかもな。6年前、まだ牢にいる時に記憶が戻った。本当に何と言えばいいのか。楽園の塔でのことは私に責任がある。ジェラールは私が操っていたの。だから
まり責めないであげて。俺は牢で一生を終えるか。死刑。それを受け入れていたんだ。ウルティアたちが俺を脱獄させるまではな。それって何か生きる目的ができたってことですか？生きる目的、そんな高尚なものでもないけどな。私たちはギルドを作ったの。正規でもない、闇ギルドでもない、独立ギルド、クリムソルシエル。私たちの目的はただ一つ。ゼレフ、闇ギルド、この世の暗黒を全て払うために結成したギルドだ。二度と俺たちのような闇に取り憑かれた魔導士を生まないように。まあ、それってすごいことよね。評議会で正規ギルドに認めてもらえばいいのに。脱獄犯だぞ。私たち元グリモアハートだし。で、あなたたちを呼んだのは別に自己紹介のためじゃないのよ。大魔党演舞に出場するんだってね。あなたたちに一つ頼みたいことがある。毎年開催中に妙な魔力を感じるんだ。その正体を突き止めてほしい。 What? その魔力は邪悪でゼレフに似た何かなんだ。ゼレフに近づきすぎた俺たちだから感知できたのかもしれない。ゼレフ、私たちはその魔力の正体を知りたい。ゼレフの居場所を突き止める手がかりになるかもしれないしな。もちろん勝敗とは別の話よ。私たちも陰ながらフェアリーテイルを応援してるから、それとなく謎の魔力を探ってほしいの。雲をつかむような話だが受け合おう。いいのか、エルザ。妙な魔力のもとにフィオレ中のギルドが集結してるとあっては私たちも不安だしな。報酬は前払いよ。食費、家賃。いいえ、お金じゃないの。私の進化した時のアークがあなたたちの能力を底上げするわ。え、セコンドオリジンといえば聞こえはいいけど、実際はそうじゃない。魔導士にはその人の魔力の限界値を決める器のようなものがある。たとえその器が空っぽになってしまっても、大気中のエーテルナノを体が自動的に摂取してしばらくすればまた器の中は元通りだ。ただ最近の研究で魔導士の持つその器には普段使われていない部分があることが判明した。誰にでもある潜在能力、セカンドオリジン。時のアークがその器を成長させ、セカンドオリジンで使える状態にする。つまり今まで以上に活動時間を増やし、強大な魔力を使えるようになる。おお、全然意味わかんねえけど。ただし想像を絶する激痛と戦うことになる。目が怖い。かまわれ、ありがとう、ありがとう。Good luck, Maxo. See?グレイ、天狼島以来ね。といってもあなたからすればそう日は経ってないのかもしれないけれど。あんたは7年の間に随分変わったようだな。ええ、己の罪を認める気になったから。認める？私は幼い頃に母に捨てられた。魔法開発局に送られ、代わりに母はグレイとリオンを弟子に迎えてたわ。その時私は母に復讐しようと決めたの。そしてハデスと出会い、時の悪を学んだ。ゼレフが復活し大魔法世界が訪れれば時の悪は完成し、失われた幸せを取り戻せると聞いた。全てをやり直すため
呪われた人生を幸せな人生に変えるために私はこの手を血で染めすぎた。全部が全部あんたが悪いわけじゃないだろう。そうかもしれない。でも私のしたことは決して許されないわ。罪を背負って生きることが全てもの償いとなれば。決まってるならいいんじゃないか。え？落ち込んでいようが沈んでいようが、目的さえ持ってりゃ死んだまま生きるよりずっといい。時のアークがうまく機能したかテストしてみましょう。俺たちが練習相手にだろう。遠慮なくかかってきてくれ。お前がセカンドオリジンにより得た力見せてもらおう。Okay. 7つの星に裁かれる。グランチャーゴ。I knew it. What is that? Hmm.Episode. ここからだ。天体マップ。フレアです。天体マップ。天体マップ。Arms.Lotus Exploding Flame Blade Mystery Loki Power Energy Lakshow Wow, en la gas よし、上出来だ。セカンドオリジン、使えるよ。さすがフェアリーテイル、飲み込みが。うん、魔力上がったみたい。
新たな力を自在に。大魔刀演武前の腕、次は本気だから覚悟して。記憶が戻ったと言ったな、ジェラー。ああ、それはつまり、俺が殺した。ニルヴァーナの時のことは覚えてるよ。記憶をなくした自分というか、私は昔のお前だと思っていい。そうしてもらえたら嬉しいが、シモンの件もある。俺とは距離を置いてくれて構わない。お前がシモンの仇を討ちたいと望むなら、俺は命を捨てる覚悟もある。シモンがそんなことを望むと思うのか。闇ギルドを殲滅するためのギルドを立ち上げた。それがお前の罪滅ぼしであり、お前の覚悟だろう。よくわからないんだ。なんだと。確かに最初は罪滅ぼしのつもりでクリムソルシエールを作った。だけど俺が楽園の塔でしてきたことはとても償える罪じゃない。俺は何のためにこんなことをしているのか、思考の迷宮から抜け出せない。俺は死ぬべき人間なのかもしれない。ああ、何をふぬけたことを言っている。お前ほど強くないんだ。俺は強くなければ生きていてはいけないのか。違うだろ。生きていくことが強さなんだ。お前は昔のジェラールじゃない。生きることに必死だった、あの頃のジェラールじゃない。そうかもな。いや、貴様、Oh my godMy God, okay. Kiss. Kiss. られたいものからかかってこい。天狗の方向。よし。カリーの方向。さて、アイスメイクカンバー。決戦。
よっしゃ行っちゃ行くか。天竜の吐き詰め決戦よし狩りの鉄拳アイスメイクハンマー。あ、おりゃ！よっしゃ！いっちゃいっか！天狗の方向！カット！行くぞ！たあいもない。ありがとう。よし、ここだ。
が出てくっかな。切られたいものからかかってこい。切られたいものからかかってこい。天竜の直撃。グレンカリュウ君。楽勝楽勝。
れやれ、お出ましか。天竜の巻き爪。さて、アイスメイクハンマー。天竜の巻き爪。と、や、カリューの結果。もう終わりか。暴れたんねえぞ。やれやれ、お出ましか。行きます。行こう。アイスメイク。これで終わりだ。王国の総鎮。
こ行くかな。よし、ここだ。さて次は、Hello, back to the game. So, I'm going back. Hey, shut up!いいかしら。こちらは本気で行かせてもらう。俺たちに勝てなければ大魔党演武でも勝ち抜けまい。 Wow, okay. Fight then. Fight. クリムソルシエール、ただの寄せ集めと思わないか。相手になって悪いが全力で行かせてもらうぞ。アイスメイクフロア。
燃えてきたぞ。カリューのゴーイ、カント天輪の鎧、アクレスオード、行くぞ。行くぞ、エンタグラーソード、カリューのモーター。ここまでやるなんて見事だわ、メルディ。マギルティセンス、行ける？ええ、いつでも。What? 見せてあげる。これが私たちの絆。Selma. Shin, 天体魔法。Selma. あれを食らったらまずい。栄翔を何としても止めるんだ。畜生、やるしかねえか。面白い。燃えてきた。覚悟しろ。はい。
カリューのゴー感想いくぞエンタグリソードカリューのキャッカーフン Again, that too. Kariu, Kenka. これがお前たちの力だ。よっしゃ。危なかった。ジェラート。楽勝楽勝。How is it going?上出来ね私に教えられることはもうなこれなら心配なさそうだ心置きなく感謝するようやく7年の遅れ大魔党エムじゃも大魔党演武の謎の魔力の件何か分かったら後で報告して本当は見に行きたいんだけどね変装していくやめておけそれじゃSo guys, I'll see you guys in the next episode, yeah boy.